はい、皆さんどうもおはようございます。今日は、団地前に来てるんですけども、ちょうど三宅川の反対側あたりですね。アングラさんが今日は結構いらっしゃいまして、ちょっと間に入れさせてもらいました。濁り方は昨日より 10% ぐらい改善したような感じです。今ちょっと一瞬船で濁りましたけど、その前は、10分ぐらい薄くなったかなっていう、 10% ぐらい薄くなったかなっていう感じですね。はい、日付の方が、5月18日8時8分です。よろしくお願いします。水温の方見ていきましょう。今日こん棒ね、鬼のこん棒で釣れました。このゴツゴツが節がこん棒みたい、そっちも面白くない。もうネタが全然ない。15.5度ですね。 15.5 度、0.5 度上がったような感じです。シロナガスクジラの方が良かったかな、これ。よし、では今日は朝一はですね、ミニエント、ミニエントから行きます。ちっちゃい方のミニエントです。よいしょ、よいしょ。こちらグリーンシルバー、こんな感じのようです。よしよし、さあ釣れたらいいなというところ。ボトム取ります。ボトム、この木がね、やっぱちょっと懸念されますね。邪魔でしょうがない。結構伸びてるんですよね、この木。水中でぐわっと。昨日、結構がっつり下げ潮、止まりぐらい近くまでいましたけど、すごかったですね。気をつけないと、食われます、この木に。あんま遠くなれなくてな。あと、後ろに木があるのでね、ちょっと。気をつけないとフルキャストしにくいです。ブル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 、あ、浦安側もすごい。やっぱシーバスマンの方に分大師さんが混ざってるんで、よりね、アングラさんが多いんだと思われます。火災側だけでも僕の両サイドに 1,2 上流に2名見えましたし、浦安側、宮城川より河口の方は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13名ぐらいいらっしゃいますね。あの最後の箱の方まで合わせると、まあでも中盤ぐらいのところはね、何名か入れそうな感じですけど、昔浦安行った時に、あのディズニーシーなんかできる前ですけど、サヨリ釣りしてるおじさんがいて、サヨリはこんなところで釣れるんだと思ったんですけど、びっくりしたんですけど、あの、なんていうのかな、仕掛けをどういうのかって聞いて、仕掛け貸してあげるよって言われて貸してくれたんですよね。なんかたまたまの浮き箱をついてるやつに、寄せさんのカゴあったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、その後ろに針があって、はんぺんをストローでプスッと刺すんですよ。そうするとストローの中にはんぺんが細く入るじゃないですか。そのはんぺんを餌にして投げるんですよ。そうするとゆっくり引っ張ってきたと思うんですけど、ちょっとね、トッポータミでパシュって食ってくるんですよね。で、結構釣れたんですよ、その借りた道具で。別にシーバスやったわけで、やりに行ってたわけじゃないんで、普通に確か投げ釣りやりに行ってたと思うんで、その道具で流用したと思うんですけど、ビビりましたね。まあ、食べたかどうかは覚えてないですけど、高須海浜公園とか、よく僕にプレゼントいただけるマスムシさんとかね、
釣ってましたね、この間。で、すごい綺麗に料理してて、すげえなと思って。ゆっくり流します。無駄な動きはつけないで。OKOK。 そろそろマゴチが釣れてもいいんじゃないかなと思うんですけど、私旧江戸川ではまだマゴチ童貞なので。マゴチ釣ったの平沢浦ではありますけどね。ひらめきたと思ってたら、なんか細くねって感じで、すごいショックでしたね。やっと念願のヒラメ来たと思ったら、今日は非常に爽やかです。あの、風に湿気がないですね。珍しい日本の中での過ごしやすい日々です。日々か分かんないですけど。お、やっぱりまだマイクロいますね。まだメダカサイズですね。昨日は初代七王杯、王者の、サクトゥーさんとマコキチさんと、あとユウトさんとかね、ユウくんかな、電車乗ってきてる男の子とかと一緒に釣りさせてもらったんですけど、結構ね、地合いを僕が外したみたいで、来る前は3匹4匹とね、皆さん結構ゲットされたようで、サクトゥーさんがなんかオリジナルカラールアー発売おめでとうございますって言われて、ルアーくれました。アルデンテくれました。ありがたきです。ちっちゃいアルデンテだからね、結構まだくるくる鉢に使えると。ありがたいです。ありがとうございます。スーさんがお嫁にもらった人はラッキーじゃないかと思います。お嫁じゃない、旦那さんにもらった人はラッキーなんじゃない。なんか福士蒼汰にパッと見に夜はいましたけど似てるんですけど、なんとなくあのテレビに出てくる福士蒼汰の雰囲気っていうか役というか、役によりますけど、なんとなく、まあ、ちょっとヤンキーみたいな福士蒼汰もいたんであれですけど、死んだら驚いただか、違うなんだっけな、会社辞めてきただっけな、なんだかな、それかなんかでしたっていうか、福士蒼汰をよく使う人はこういうイメージで使うだろうなって感じに、まさに似てるような感じですね。優しい感じ、好青年って感じ。マコキチさんは誰でも話しやすくて、こうリーダー的存在になるような感じですかね。あ、なんかあの人暇してそうだなと思ったら寄ってって話しかけてくれそうなイメージ。素晴らしいスキルですね。さてと、人間と意外とね、多機能なんでダートも刺したいところですけど、手首の負担を今のところかけたくないので。ライギョタックルめっちゃ重いんですよ。ロッドだけで 300g 以上あるんで、でカルコン400とかつけたらもうやばいっす。600、700と近いんじゃないですか。僕のリプラッシュファクトリーって竿のサーペントライジングって竿なんですけど、めっちゃごっついんですけど、まあ、その分ね、まあ、抜き上げとか、まあ、すること多いんですけど、ライギョってでもこう破損することないだろうなっていう感じですね。80オーバーでも多分破損しないと思います。
とね、ちょっとクラック入ったり亀裂入ったら分かんないですけど、そのぐらい頑丈そうな作りをしてるんで、その分重いんですよね。飛行機は心配ですね。バイデンさんが多分来る日と一日違うと思うんですけどね、まあ、国際空港に来るからまあ関係ないと思うんですけど、もちろん僕の中での毎日放送は続けてくるんで、ご安心ください。はい、ということで今日はね、何も触れないですけど、そんな感じでした。濁り方、濁り方がやっぱり気になってくる時期だと思うんでね。本当にこんな感じで、さっき船が来たんですけど、今まだ船来てないんで、こんな感じです濁り方が。はい、ではバイト行きますので、また明日よろしくお願いします。失礼します。お疲れ様でした。さようなら。